よし、まずは何が必要からに始まりたいと思います。では一番最初はね、ニンニク、あとはネギとバジル、わー、あとはまあそれが大事だね、スパゲッティ、パスタ、私はねバニラを選びました。ナス、ナスもこれもね大事ですよね。パルミジャーノレッジャーノ、そのチーズはね、このちっちゃくて一番いいと思います。あと念のために塩とペッパーも使いたいと思います。で、わ、結構大事なこのトマトソースを作るのためのトマトです。オイルボイル、オーリオエクストラバージン。はい、では一番最初はね、ニンニクの皮を取っちゃいます。それをフットの手でいくと、こんな感じです。で、そこから玉ねぎとりあえずカットしましょう。絶対誰がこれを見てわかるでしょう、私は下手だな。下手っていうのはちゃんと理由があるなんですけど、お母さんはねずっと作ってくれたから、まあ正直日本に来る前に必要はなかったね、料理は。だから日本に来てあれどうやって作るかって悩んで始まっちゃうんだね。よいしょ、あとはバジルをちょっとカットしたいと思います。あ、いい匂いしてるね。もうこのままするか、ちょっとだけカットするか、もうこれは完全に好みです。あとはナースを切ること。で、こんにちは。ナースを切りました。だから大体を必要な素材はこんな感じです。バジル、ナス、ニンニクとちっちゃいの玉ねぎです。よし、まずはニンニクを炒めたいと思います。オリーブオイルを入れたいと思います。大さじ1分で大丈夫です。ニンニクを入れたいと思います。これ炒めて、で香りができてからバジルも入れます。お、香りが出てきた気がする。よいしょ、じゃあバジルをまずは切ります。大きくない？やだ。やだ。これ可愛い。やだ。ここから玉ねぎも入れます。よし、もう色がついてきたんです。よし、トマトを全部入れたいと思います。絶対誰が、あ、かわいいイタリア人の妻欲しいなって思われる人、私じゃないかも。私はまだ勉強中。
誰が逆に私に、ね、作ってくださいよって思っちゃう。よしよいしょ。あれできた？できてねえや。あれできた？できて。はい、ペーパーを入れる。はい、今まあまあ入れたからいいや。いや、入れたからいいや。やばい、で、ちょっと混ぜます。さあ、まず、パスタのために水を入れてボイルして、で、あとはナースだけ。ナースはね、好みだと思うんだけど、私はこういうちょっとね丸い感じが好きんだけど、ちょっとだけ、よいしょ、入れましょう。ちょっとね、先に入ればよかった。オッケー、これで待つ。これで待つ。今横見たら私の髪の色はね、ナースっぽい。よし、柔らかくなってきた。ケット、よし、あ、出てきたので、今から塩とパスタも入れたいと思います。もう完全に多めに、あとは本当好みだと思うので、当たりなかったらその後でも入れると思います。で、パスタは2人分で約 60g ぐらいですね。ではこのままに入れたいと思います。で、色を確認してから全部中に入れます。パスタはね、カットしないんですよ。イタリア人はね、カット好きじゃないです。長くがいいです。もうこうしたらもう結構怒ってる人が多いからやりません。こっちの方がね、長くの方がスースーできるくらい、それは私は好き。 OK、 じゃあこれを待ちながら、よし、まずは筋肉またラットします。まずはちょっとパスタは大丈夫かどうかを、味的にはね、うん、硬いけど、やっぱり塩ね、塩のお気じゃなくて普通の塩だから足りない。もうちょっと入れます。ソースも入れたいと思います。パスタも大丈夫かもしれない。私すっごく柔らかいパスタあんまり好きじゃないから。うん、それ以外できたね。とりあえずパスタを出しにしたいと思います。待ちながら、もうすぐ完成です。うわ、このまま食べたいな。このまま食べたいな。辛くすぎた。
私もね、チーズめっちゃ大好きだからめっちゃ多めにかけます。チーズね、チーズとサラミプレゼントしてからしてくれたら本当最高。よし、じゃあパスタをまず5分入れます。で、ここらを混ぜてかけます。ちょっと多めに作っちゃったかな。よいしょ、わーい、多めに作っちゃった気がする、多めに作っちゃったは。あとはニンニクはちょっと取ります。で、ソースを上にかけます。よいしょ、あとあとはちょっとチーズもかけたいと思います。よいしょ、イエス、できました。じゃじゃーん、うまさらね、うまさらだ、うまいと言ってください。もう作りました、イエーイ、やっとできた、うわー嬉しいで、最後もう食べるチャレンジ、いただきます。ボナペティート。ちょっとね、味が大丈夫になったかどうかを、悪くない、え、悪くない、え、これだったら全然いける、わあすごい、え、うまい、あ、やっぱり家で作るのは全然違うよね、やっぱりコンビニパスタと全然違うな、よこのトマトは甘かったから、あとは塩、私は慣れてるの塩はね、もっと大きいの塩だから、まあ、すぐパッて入れたら結構味付けるんだけど、これは何回も入れてもやっぱりちょっと薄いな今感じもしたんですね。それ以外はもうパチです。私のパスタ、自分のパスタが好きです、イエーイ。たまにちょっとイベントと1日店長とかオフ会をやるときにパスタを作るときもあるんですよ。あったんですよ。だから、ま、今度、よかったら、私のイベントに行って、手作り料理を、パスタを作ってみて、で、感想を聞きたいと思います。ぜひ、皆さんも、家に、よかったら、作ってみてください。で、終わる前に、お願いがあるんだけど、忘れませんか？これ！ブン！私の写真集、ツーサイド。初めてこういうなんか、コスプレとオリジナルキャラクターを作ってて、で、可愛いとセクシーな感じを作ってみたので、男性と女性にも結構いい写真集だと思ってますので、ぜひ皆さん買ってください。あと残りはそんなにないもので、早めに買ってくださいませ。よかったらサインなしでも私のイベントとか来てもいただければサインができますよ。よし、で、もっと料理のパスタを見たいんだったら、まあ一緒に練習しながら私もちょっと料理の動画を作ってみて、で、今度何々パスタを作ってほしいのかぜひコメントしてください。もしかしたらあなたのパスタ選ぶかもしれないんですよあと次のイベントはね、こちらに出てきますので、よかったら会いに来てくださいもん。
ボン、モン、ボン、私のパスタ、美味しかったもん、嬉しい。ではまた次の動画に会いましょう。バイバイ、チャオ。